ですね、これお見せしようかなと思って動画撮り始めました。さっきほら第1波の第1便で、あ、第1波の第1期目で来るってやつ、あれをねちょっとチューンしてみたらすごい結果、操縦性1200、ハイパー2300、シールド400、まあ410ぐらいで、弾丸効力がね66000、こりゃ使えるよ。特にこのハイパーと操縦性すごいいいね、これね。いやー撮ってよかったこれ、ということだけでした。結構ね他にもまあ、そこそこの機体持ってるには持ってるんですよ。ちょっとお見せしようかな。これはイカ船だからね、そんなに強くはなってないんですけどね。イカ船弾丸効力72000、ハイパーが、あ、スーパーチャージが2つか。ここのやつを向こうに持ってけばも同じぐらいになると思いますけどね。ハイパードライブ2100の操縦性1200、ハイパーがあっちの方がちょっと強いし、シールドもあっちの方がちょっと強いですね。で次、ね、あ、これか、これが今一番弾丸効力強いのかな。なんかすごい変な並び方してますけど、操縦性が1100で、ハイパーが1600、シールドがちょっと弱いね。弾丸効力がね今弾丸効力どこだ、あ、ここか。弾丸効力が、112,774、まあ攻撃特化ですね、防御とかその方か、その他はちょっと、あれ、ここもしかしてもう一つつくんじゃね、防御、もう一つ防御つくな。あ、違う、これはセンチネル戦だから これで仕方ないんだ。次ね、あ、ここにもう一機イカがいるな、これはいらないイカ、あ、これね、これはね、ハイパーが2200の操縦性1000のシールド415で、攻撃が82,850、スーパーチャージが3つあるんじゃないかな、1,2,3、あ、そうだね、スーパーチャージが3つあるからやっぱり82,000ぐらいまで来てますね。次はね、これはね生物戦だからね、強くするにはねもうちょっとテクノロジーを入れないとダメなんですよ。まだ AAAA でしょ、これ S にするしないとねダメだから弱いです。でもハイパードライバー1400、操縦性がちょっと低すぎるんだよね。あと攻撃力がいくらだっけな、攻撃ピーク弾が18,000、これ劇的に弱いですね。あともう一つあるんだな、多分1億機と出てないかな、赤の1億機がいるはずなんだよね、これだ、どこに行った、赤の1億機、あれどこだ、あ、ここにいたね。これ1億機結構強いですよね、どれもこれも、これも今主力ですよ。操縦、弾丸効力85,000のシールド400、ハイパー2100、操縦性975ね、
やっぱりね、なんだかんだ言って外来種は強いっす。驚いたのはこいつが思ったより高性能でびっくりした。これ使えるよ本当に。ダガンコリック6万6000円では全然十分ですけどね。このハイパー2300っていうのは私にとって助かるね。操縦性もいいし、ということでした。ここからもまだまだ探すぞ。じゃあね、共同探検10の真っ黒クロスケでした。